皆さん、こんばんは。すき焼きを食べましょうね。私はアスマ茶が好きです。まず、ネギをスープに入れます。それから、オニオン、しいたけ、これはน้ำจิ้ม豚骨นะคะ これは豚骨です ส่วนอันนี้เป็นน้ำจิ้มงานะคะ これはごまソース豆腐スープに入れますいただきます。いただきます。私たちは日本料理好き。毎日食べることができます。日本に行って食べる。私たちは卵を割っています。それはソースです。すき焼き牛肉の作り方を紹介します。ほんのしゃぶしゃぶに浸る。卵は牛肉をより柔らかくした。これはご飯カレーです。とても美味しいです。私はこの麺が好きです。美味しかったね。それが日本語で何と呼ばれているのかわかりません。教えてください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、またね。